琉球エアコミューターによりますと、おととい夜、機体の整備点検中にタイヤのホイールを止めるボルトなどの一部が緩んでいるのが見つかり、保有する5機のうち4機で同じ不具合が確認されました。琉球エアコミューターでは不具合の原因究明と整備を続けていますが、安全が確認されていないとして今日も全便が欠航となり、1500人余りに影響が出ました。一旦宮古まで行ってそれから考えます。父の介護で行くので、ちょっと困っちゃうな。明日以降の運行についてはホームページなどで情報を公開するということです。